国鉄多岐2500経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は石炭酸専用の35トン石炭駆車として1970年から1992年にかけて3ロット21両が日本車両製造の一車のみで製作された。 石炭酸を専用種別とする形式には、他には多佐3400系、多機3900系の2形式があった。落成時の所有者は、三井東厚化学、石油2役に200コーポレーションへ、社名変更の2社のみであり、その主な常備駅は、三井東厚化学が、東海道本線笠寺駅、200コーポレーションが、 京葉臨海鉄道臨海本線の前川駅と塩釜線塩釜不頭駅である。1984年6月15日に三井東厚科学所有全社が日本陸運産業へ名義変更された。さらにこのうち2両が1985年7月19日に日本石油輸送へ名義変更された。 断熱材の剪定不備によるタンク体腐食のため1976年4月26日から同年7月22日にかけてタンク体の申請取り替えを行い、この際三井東厚科学所有前社は同時に台車変更も行われた。1979年10月より化成品分類番号661が表記された。二役方式は、積み込みは、 駅入管から行っていたが、その後マンホールからの次回れに変更され、荷おろしは、都質管による下出しである。都職は、国鉄時代は、全車黒色であったが、JR 化以降所有者による裁量が認められ、二役コーポレーション新規製造者は、灰色とされ、また二役コーポレーション所有の在来者については、全般検査の再都職変更された。 全長は 12,910mm、全幅は 2,720mm、全高は 3,801mm、台車中心間距離は 8,730mm、自用席は33.3立方メートル、自長は18.7トン、換算量数は、赤車5.5、空車1.8、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C。 tr41ds-13tr41e-13tr213c であり tr213c のみ灰色に塗装されている1987年4月の国鉄分割民営化時には全社が JR 貨物に継承されたが1998年度からトータが始まり2003年度に最後まで在籍した一両が廃車となり 同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。